中島レーシングで活躍中の中島さんっていうの中島さんの選手ですよ、かと思っちゃった。松浦航輔選手です、どうぞよろしくお願いします。さっき冗談で中島さとるさん乗ってくださいよとかってずっと言ってたんで、今ドライバー紹介する中島さとるって言いそうになっちゃった。もうちょっと煽ったらいけるんじゃないですか。もうちょっと煽ったらいけますか。煽ったら乗れるかもしれないです、ね、あ、そうですか。さっきあの松浦さんシミュレーターの方で煽ったら本当に中島さん乗ってくれましたので、乗ってくれましたね。あれだけ嫌だって言ったのに、もうあれだけ嫌だ嫌だって言いながら北海道の皆さんがわーって拍手しちゃうもんだから、結構言われると本当は嬉しいね自分で言い出すのがちょっとなんだからねえ、まあ、そんな中島さとるさん登場でございます。日本で出てきた。今の遠くの方で聞いてたら、シミュレーターが下手だったなって。いや、下手だって誰も言ってないですよね。あの、着替えに行ってるかなと思って。そう、ひょっとして練習中に着替えてらっしゃるのかしらと思って。いや、何年か経ったら上手くなるから、何もやってないからなるわけがないよね。すぐ難しい。ということで、改めましてご紹介させていただきます。北海道の皆さん、元ホンダの F1 ドライバーで、そして現在は中島レーシングの代表であります、中島さとるさんでーす。ありがとうございます。北海道、ここ1年ぶりですよね、さとるさんね。あ、去年、去年じゃないですか。あ、そうだ、去年は松永さんが来られて。25年ぶりぐらい。25年ぶり、何しに来たんですか。イベントではね。え、イベントでその時はトークショーか何か来られたんですか。なんかありましたよ。へぇー、この近辺、この近辺、こうやって車を走らせるなんていうことはなかったんでしょ。いや、僕がピレル持ってきて走ろうとし、走ろうとしたんだけど、はい、すごい雷で、土砂降りで雨の中島だけに危ないって言うんでやめちゃった。雨の中島だけに雨を連れてきてしまって雨だけなら良かったのに雷まくなってしまって、もうそこ、そうなんですか。いや、でもあれですね、こうやって、マイクを持たずに知らないと今あさらっとですね、私受け流されてしまいましたけども、まあ、あのそんなんでですね、今ちょっとあのちょうどここの路面を準備しておりますけれども、今つけているのが松浦さん、これね、あのこの後タイヤ交換をするんで、雨用のタイヤ、これこれは最初ウェットのタイヤで走って、はい、うん、あのスリックタイヤって温まるまで全くクリックしないんですよね。ああ、そうなんですね、はい、で、ちょっとだけ暖気をしたいと思います。メカニックの方、そしてエンジニア大丈夫ですか。 OK ですか。じゃあ、せっかくなんで今日最後のステージなんで、みんなカウントダウンしない、カウントダウンしたい人拍手。あ、いいね。はい、じゃあ3秒前からカウントダウンですよ。さあ、2、え、あ、そうそう、お子さんはちょっと大きい音がするかもしれませんから、耳心配してあげてくださいね、お父さんお母さんね。じゃあ3秒前からいくよ。3、2、1、スタートって言ったらね、ドンピシャで、まずね、あ、最初にまずあれだ、クランク1回回しとかないといけないね、ちょっとだけね。じゃあ1回だけちょっとクランク回します。はい、じゃあいいかな。はい、いくよみんな、せーの、3、2、1、スタート。おなじみですけど、今でもカラーリングコンテストってやってるんですか。やってます。これね、何年も、もう何年ぐらい、もう10年ぐらいやってます。もう少しやってんじゃないですか。もう少しやってますね。あの毎年ね、スーパー GT のこのね、車のカラーリング、これね、一般の方々から応募でカラーリングコンテストして、中島悟監督自ら選ぶんですよね、あれね。そうそうそうね、何百万か結構、あのお子さんが書いたやつとか、プロの方とか、いろんな、ね、まあ、
って幅広く来るちょうどあの冬休みの間のお仕事になる。ああそうなんですね、はい、楽しいですねでもね、はい、たくさん来すぎて困ることもありますぜひあの北海道の皆さんもいっぱいね面白いデザインをねやっていただいて作っていただいて送っていただきまで締めにも土産コメガリックがおります。まあ呼吸を張り替えてもないですよね、今日なんかあのあれですよ、さっきもね中島さんにあお父さんが来てる、あいつもお世話になりますってね。いやこちらこそこちらこそ今日はメカニックとしては何がですか、タイヤも。それでは松浦航輔選手いよいよスタートになります。今日最後でした、ね、松浦航輔選手です。大きな拍手よろしくお願いします。ありがとうございました。松浦さん、ありがとうございました。はい、ちょっとクラッチがやばかった。あ、そうなんだ。ドーナツしようかなと思ったんですけど、え、そうだったんだと思ったらクラッチが切れなかった。あー、それでスタートの時もさっきね、そうで、で、あのままやると多分明日走れなくなるんで。あー、そうかそうか、なるほどね。じゃあ、 あの明日はひょっとしたらまたですねスペシャルサービスがあるかもしれませんけど、明日も来られる方したかったんですけど ねなかなかね、僕たちレーシングドライバーやってもどういうのってやっていいよって OK 出るときなかなかないんですよ。あ、じゃあ今日はラッキーって感じだったんだ。そうなんですよ、出てたかどうかも分かんなかったんですけど、いや、あのやってくれるんだったらね、それはそれでお客さんも大喜びしたでしょうけども、まあレーシングマシーンですから、とにかくサーキットを走ることを前提に作られてますから、なかなかこういうところでねゆっくり走るっていうのも水温も上がってきたりとかいろいろと難しいところもありますよね。はい、まあ、そんなんで、この北海道の皆さんにたくさんのですね、今ね、びっくりを与えた松浦選手なんですけれども、いよいよ来週は、すごい、はい、本番のレースがありますが、今度は NSXGT で、はい、興味を聞かせてください。いや、めちゃくちゃ楽しみにしてます。あ、そう。はい、もう僕たち、この1年の年間の年間計画の中で、やっぱスゴーにかなりターゲットを置いてる部分もあったし、あ、そうなんですね。はい、あのテストもたくさんいっぱいしてきて、はい、いろいろ自分たちの中で、積み上げてきたつもりなので、うん、そのね、
成果を見せる時だなと思ってます。そうですか、はい、そんな、ね、松浦航輔選手、相方のです、ね、ベルトラン・バケット選手と、ね、ペアを組んで、相手ベルギー人ドライバーですからね、もし差し入れするんだったらワッフル持ってくるといいと思いますよ、ね、ないですよ。